ガンヘッドで全国のシューティングファンをうならせたハドソンからさらにハードなシューティングゲームが登場。その名もスーパースターソルジャー。ネオシーザーの武器は4種類。このレーザーは3方向に広がって破壊力抜群。リングレーザーは広範囲の敵を撃破できる。ネオシーザー最強の武器がこのスイングファイヤー。全ての敵を焼き尽くすぞ。マルチショットは5方向に攻撃できるので突然出現する敵にも対応できる武器だ。特殊パワーアップは2種類あって、これはその一つのホーミングミサイル。これも特殊パワーアップで敵の弾を防ぐオプション。ボンバーは一気に雑魚を吹き飛ばせる強力な武器だ。見た目も派手だね。舞台は宇宙空間から幕を開ける。ステージ2は敵の基地、惑星上空の戦いだ。灼熱のマグマ地帯を行く。吹き上げるマグマに気をつけろ。再び宇宙に戦いの場所を移して死闘は続く。敵の攻撃はさらに厳しくなるぞ。ステージ5は氷の世界。白竜とレーザー地帯を突破するんだ。植物の中を飛んでいる中ボスを倒して背景が変わるなんて憎い演出だね。最後にステージ1から6までのボスキャラをずらりと紹介しよう。どれも強敵ばかりだ。7月6日、ハドソンより発売予定。